どうもシャペンです。今回は本日モンストニュース放送されまして、新たに鬼滅の刃コラボ長期曲の増白点が公認決定となりました。予想通りではあったんですけど、ただまあ今回の鬼滅コラボの最高難易度のクエストになるかと思いきやって感じでしたね。ちょっと含みもあったように思えたんですけど、まあそれもまとめて紹介していこうかなと思います。でこの情報以外にも他にも気になる情報いくつかありまして、まあ、特に人気投票の順位とかかなりねいろいろ言いたいことはあったんですけども、まあ、それは一旦明日にまとめるとして、この動画ではこの超級力の増白点に関したことだけをまとめていこうかなと思います。ニュースで発表されたことはもちろん、まあ、性能とかギミックも判明しているはずなので、一緒に見ていきましょう。ご覧ください。ということで、超級力は増白点でございます。属性が光属性ってのは若干予想外でしたね。で、初降臨なんですけども、なんと明日でありまして、7月27日の金曜日の19時からとなっております。で、クエストの仕様としては、本来のラックにラックプラス99なので、もう常時モンストの火扱いも運枠不要でガチガチのパーティーで周回していくというものになっております。で、さらにこれに加えて、刀に新たな効果が追加ということで、技物以上になると、増白点のクエストでスピクリ報酬から確定で、金卵がドロップするよと。で、さらに強化して、日輪刀にすると、金卵確定に加えて泥率が 1.2 倍になるよと。でさらに最強の刀のバッケツ刀にすると泥率が 1.5 倍になるよということで、まあ、単純に増白点のクエストの周回の効率が良くなることに加えて、まあ、この刀にはもちろん既存効果のバフもあるんで、この刀がない場合はバフもないし泥率も悪くて効率も悪いんで、まあ、かなり苦戦を強いられるんではないかなと思われます。まあ、逆を言ったらこの刀を強化することに関しては増白点ではメリットしかないんで、まあ、今のうちにミッションとかより1ゼロ式の訓練をクリアして、まあ、鋼塚さんを集めて刀を強化してみてはいかがでしょう。でさらにハンテング捜索任務に新たな任務が追加で、ハンテングを見つけてる場合は新しく増白点のミッションが追加されるらしく、光属性のキャラクターだけで増白点クリア、報酬がなんと超激レアアイテムのコネクトスキルの賞で、線形がパワーのみのキャラクターでクリアすると、こちらもレアアイテムワクワクミン EL と限定の称号がもらえましても、どっちもやるべきなんですけども、ただちょっとした注意点があるんですけども、このミッションのこのバナーは闇属性になってるんですけども、あくまでも増白点の属性は光属性なんで、まあ、この点注意ですね。であとまだそもそもハンテングを見つけてなくてこのミッション挑戦できないわって方いると思うんですけども、なんと増白点のクエストを1回クリアするごとに捜索回数が増えるっていう仕様が追加されまして、まあ、しかもこれ日付の切り替え関係なく本当に1回クリアするごとに1個ずつ増えていくんで、もう多分運極を作るために周回していたらついでに回数増えてもうサクッと見つけられると思うんで、なのでまだ見つかってないよという方は焦らずに、まあ、明日の増白点の降臨を待ってみてはいかがでしょうかという仕様となっていたんですけど、ただ気になるところがありまして、ここ最近のコラボを振り返ってみると1回クリア形式の超級力、まあ、1回クリアしたら進化解放だよとか運極状態のキャラクターもらえるよって感じの仕様があったように思えるんですけど、ただ今回それはないと。でさらに前回の鬼滅コラボもここまでも同じ流れだったんですよ。最初に発表されたのが赤座で、その次のニュース、まあ、今回でいうところの今日のニュースですね、まあ、いわゆる本命の超級曲の牛太郎&ダキが発表されたんですけども、まあ、1回クリア形式がなくトレジャーナインっていう、まあ、反周回型の仕様だったんで、まあ、一回クリア形式ないんだと思っていたら、その翌週のコラボ終了約1週間前に発表されたのが鬼舞辻無惨でありまして、まあ、もう皆さんご存知の通りめちゃくちゃ難しかったっていう。で今回もいくつかこれが潜んでるんではないかってフラグがありまして、まあ、例えば今日のクエストは新しい超絶クエストが発表されたんですけども、初降臨いつもだったら金曜なんですけども、なぜか土曜にずれておりまして、何か金曜日に降臨するのが、まあ、あるのではないかと思ってしまう。でそしてここ最近のコラボでは恒例のストライカーカードの報酬があるミッションも、まあ、今のところ発表されていない。これはもしかしたら前回今回の鬼滅コラボでもうあったんで、無惨のストライカーカードが今回ないよって可能性もありますけども、でもちょっと考えづらい気もしますし、であと去年のこのタイミングのコラボはジョジョコラボだったんですけども、そこでもコラボの終了約1週間前にサベジガーデン作戦っていう無惨と同じどころか人によってはこっちの方が難しかったってぐらいの難易度の長距離降臨しているんで、今年もこのタイミングで難しめのコラボ長距離来るんではないかって予想も立てられますし、ちょっとフラグがいくつかありますね。なのでもしかしたらこの増白点も前哨戦の可能性がありますけれども、まあ、まだ発表されてないので、とりあえず明日から全力で頑張っていきましょう。続きまして性能が判明したと思うんで見ていきましょう。ご覧ください。ということでいつも通り18時の公式使ってみた動画で性能を判明したんで見ていきましょう。アビリティが登場の多いワープ地雷ブロックの3種ギミックに対応しておりまして、まあ、さらに運極にすることで超ワンチワーフとバイタルキラーが発動する。これラックバイタルキラーは初らしいですね。これによって時間殴りの火力は上昇しますと。で、停止後の SS の追撃なんですけども画面全体でありまして、まあ、ちょっと割合の可能性もありそう。でさらにおそらく防御ダウンのデバフもついてくるんで、まあ、雑魚処理ボス削りどちらも貢献しやすいものになっております。で友情コンボは減退しないグロースヘアを自分の月収貫通で持っておりまして、まあ、コラボキャラクターとしてはガンダムコラボのミッションキャラクターだったアスランと一緒ですね。作成難易度で言ったらアスランに軍配上がりますけど、ただこっちはアビリティ SS も結構強めなんで、まあ、これにさらに普通にグロースヘアもらえるんだっていう、まあ、時代感じさせる要因となってますね。ここ最近のコラボ長期枠っていうと、まあ、転送株対応が主というかライバルが少ないんで、
そういう方面で攻めてくるかと思いきや増白点は違って、まあ、ただその代わりに、まあ、コラボ超級としては全体的に高水準めな、まあ、SS が画面全体割合だったらかなり強めというか、これでしかも運極作成しやすかったらコスパがいい上手くになるんじゃないかなって、まあ、ここからね、まあ、モンストを始めたり復帰したりする人も助かりそうですね。であと光属性ワープ地雷ブロックっていうと、まあ、反射の上手くにはサーラサがいまして、ワンチャン今後の仕事の獲得この3種ギミックでもうあり得て絶対に作っておきたいなと感じました。で最後におそらくも明日降臨するんで今日中にギミックも判明しているんではないかと思います。ご覧ください。ということでいつもだったら19時台だったんですけど、ここで来なかったら大体日付変わる時なんですよね。ただその間といいますか割とトリッキーな時間帯21時30分ぐらいにギミック判明しました。ちょっとすごい微妙な時間でびっくりした。はい。でギミックも予想外でしたね。重力地雷必須級で反射制限で地雷でアップするんで多分まあマインスイーパーが超有利で弱点効果アップでも弱点ないのか、まあでも弱点関係なしにとりあえずでもマインスイーパー超有利っすね。だからネズタンだよな。貫通にするとそうでもはめるんだ。でもこれ明日の近畿深淵がちょっとどうなんだろう。転送で来ると思ったら、まあ、マインスイーパー必須にすることによってルシファーは止まりますからね。転送単体予想もしてましたけど、だからとりあえず光属性ミッションもうこの艦隊というか割とコネショは簡単にもらえそうですね。漢字のネズコさえ持っていれば他だと、あ、で普通にそうかアルセノアルファってそう明日の深淵予想が重力マイスイ転送壁だったから順当に光属性はこれ来るのか。ミッション組だとあれ、そうオーデンタいますもんね。あ、てかオーデンここじゃん。この二人のコンビクソ強そうだけど弱点ないにしても、まあ、キラーもいろいろ乗っかって、弱なしで、あ、増白点にないのか。だから、雑魚処理とかには割といいかもしれないですけど、あ、そう、弱点効果アップで、雑魚処理弱点効果アップで、ボス削り、これにしといて、空風とか、この辺も、まあ、もう地雷倍率高いキャラクター。いや、マインスイーパー必須というか、こういうクエストは嫌な予感しかしないな。あと、パワー型って、ちはやか少なこうすると少ね。ちはやって、これあれじゃん。パンデモニウム種族ってさすがに、あれ魔族ですよね。もうでもちはやになるんかな。うん、まあ順当に噛み合ってる感じありますもんね。パワー型で、まあね、デビパン普通に強い。魔封じだ。あ、デビパンか。あ、てか光属性ミッションいけんじゃん。これデビパン完全にあるのか。光属性ミッション、なおかつパワー型ミッションもこなせるっていう。面白。あ、てかラウドラも、ラウドラデビパンで一気にミッション終わらせ作戦。あるんかな。ということで、まあ、多分予想が多かったのワープ減速壁とか転送壁単体だと思ったんですけども、まさかの、重力マイスイで、まあ、炭治郎根塚を大鉄製じゃないかなと思いますね。ただミッションに関しておそらく千早パワー型の方で、光属性はここでいけると思いますけども、ちょっとデビパンがどうなるかって感じですね。デビパン一人で一応どっちもこなしてるんで、そこががっちりハマったら面白いんじゃないかなと思います。ということで、よかったらコメントが皆さんの予想とか、初見クリアパーティー予想とかお待ちしております。あと、チャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつなげますんで、よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよう、白天。